診療所に勤めているスーちゃんという女の子なんですけど、スーちゃんは耳が聞こえない女の子で、普段から手話を使って人と会話している女の子っていうのを演じています。いやー、その手話とかで約2時間の舞台をやるっていうことで、なんか最初はセリフがなくてほっとしたんですけど、ちょっと待てよと、手話だけだと結構表情とかも頑張んなきゃいけないじゃないですか。表情とかで表現しなきゃいけないから、そういうところが難しいなと思って、すごいびっくりしました。ドラマとか映画とかとまたオーバーに表現しなきゃいけないというか、なんか私的にはテレビドラマとかそういう映画とかだとカット割りがあって止められちゃうじゃないですか。でも舞台は一遍で通して感情をその続けられるので、そういうところはすごいいいなって思いました。そなたはいつから耳が聞こえないのだ。鳥か、鳥だな。なんかすごい私に気を使ってくれて、なんかやりにくい場所とかあるとかすごい聞いてくれるのがすごい優しくって、で逆に私とかもなんか芝居とかのアドバイスお願いしますとか言ったら、まあ芝居のアドバイスするの苦手なんだよねっつって、まあその人の感性じゃんとか言ってかっこいい言葉を言うんですよ。とりあえず見てください。え、恥ずかしがらないでください。もうダメなんです、あの人とかカメラとかダメなんです。レッドエイジーという国の、一番隊隊長戦士の役をオーレイという役をやらせていただいております。はい、足立梨花ちゃんが演じるスーちゃんとは途中で出会って、まあ、好きなのか好きじゃないのかな。なんかなんだろう、芝居に対しての情熱がすごい、なんていうか芝居もそうだし、盾の今回盾があるので盾をつけたりとかするのも沖野さんがやっていて、もうちょっとこうした方がかっこよく見えるとか、こうした方が本当にリアリティが出るとか、すごいその今回のオーバースマイルの舞台に関してその絶対成功させるんだというか、いい作品にしようっていうのがすごい見えてくるから、こっちも頑張らなきゃなって本当に思わせてくれるような素敵な方だなって思います。喋らないのがもったいないなと思いますね。普通に本読みの時は声を出してセリフを言ってもらってるのでも、あ、すごい声もしてるし、あ、このままこうやって芝居もしたいなと思ったりしますね。印象が最初もう全然知らなかったんですけど、そうですね、一緒にお芝居してる時はもう本当に楽しいなと今思ってます。いや本当に俺人に何か言うのはすごい苦手なんであれなんですけど、ちょっと人とお芝居する時に
相手の顔を見すぎちゃってお客様に顔を見せるのがちょっと少ないかなと思ったりもするんで、そこがちょっと直した方がいいかなとは思います。2週間の間にそのようなと話すこともあったであろう。こっちか、はい、助けたいと思うのなら自分でも分かってるんですよね。なんかあここをこっち向いてたら私ダメなんだろうなって思う時がありながらも、そこは、まあ、演出の久保田さんとかに注意されてこうした方がいいよとかも言われて変えていってるんですけど、それを言われないようにしたいですね。これから先の稽古言われないように頑張りたいです。まあアウェー感はありますよね、完全に。だってマリンちゃんも今回で3回目だし、マナちゃんも2回目で今回私が初めて参加する。でもともとその2人はもう今まで舞台をやってきた人たちだから仲良くなってるし、みんなと話しかけやすいけど私は話しかけづらいっていうところはあるかもしれないですね。でも僕ら談義の皆さんはそういう感じじゃないから普通に喋りかけてくれるんで全然助かってはいます。コミュニケーション取れてるというか。ズッキュンパキュンドカン、はい、ズッキュンパキュンドカン、はい、ズッキュンパキュンドカン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 、私は、唯一21人ぐらい出演者があるんですけど、唯一現代に生きる女の子の役で、2011年現代を生きる女の子で、でも私ともう一人あの現代を生きる男の人がいるんですけど、その人以外はみんなそのオーバースマイルの世界のに生きてる人 で私は、大学生で福祉を専攻してて手話を習ってるんですね。で私は手話ができる大学生、現代の女の子っていう役で、で実際その世界に入った時に耳が全く聞こえないスーちゃんの通訳になったり、スーちゃんと耳が聞こえないスーちゃんと耳が聞こえる人の間に入ったりする、一番ストーリーテイラーというか、一番でも観客の人と同じ目線にいるような感じですね。ねえ、携帯なんとかならないかな。なるわけないだろう。どうやって武器持った人間相手に戦えって言うんだよ。それも何人いるかわかんないのに。やるだけやってみようよ。あの子かわいそうだよ。無理だって。死んじゃったら全部終わりだろ。今度聞いたら私に教えて。鳥の声。いや本当に、まあそのオーディション中からすごいお姉さんみたいな感じだったんですけど、今回の舞台とかでも結構帰り道とか途中まで一緒のその方とかもいるので、その方とかにあの私とまなみちゃんをあのよろしくお願いしますってちゃんとあの送ってあげてくださいみたいな感じで言ってくれてて、本当にすごいそういうところの気遣いとかに感動したし、演技とかでも私がここはどうしたらいいかなとか言って聞いたら、もっとこうした方がいいよとか、いやあれはあれでよかったよとかって言ってくれるのも嬉しいし、でもいい意味でライバル関係なので、この多分マリンちゃんも私に対して負けたくないって気持ちはあると思うんです。だからそういうところはすごい今回の舞台でいい意味でそのぶつかり合って成長していけるんじゃないかなって思います。あの初めてお互いのお芝居を見た、この稽古場で初めて見て、多分お互いがお互い4年ぶりに自分が持てる力を全て出してるから、なんか恥ずかしいけど、なんかやっぱ、同期だし友達同士って感じもあるけど、やっぱりどっかライバル心は持っていたいし、で帰りの電車とか相談とかするんですよ。ここをした方がいいかな、した方がいいかな、ここはこうの方がいいんじゃない、ここは私はこう思うなみたいな話をしたりしますね。新鮮っていうか、まあ恥ずかしいなって初めは思いましたけど、まあ今は楽しいですやっぱり爽やかですよね。なんかあの、色がそのね、純白な感じ
がすごいします。今回一言も発しないから、発さないからこそなんかその声以外で表情で見せなきゃいけないからすごい大変って言ってるけど、すごい楽しそうに、うん、してる笑顔はやっぱり一番ですね。イカちゃんはすごい笑顔が素敵だなって思う。そうだな、まあ、うん、切磋琢磨していきたいな、よろしく。いや、プロですよね。負けるわ私。今回はボールを使うんです。今回はボールを使います。となると気づいちゃったの。でもモナミちゃんに関しても舞台では先輩なんですよ。だから私よりも舞台先にやってるんで、なんかうん、マナちゃんに似合ってるっていうか、あの役は本当にマナちゃんっぽい。今回はお嬢様というかお姫様の役なので、自分にあんまりなんかどうなの、でもすごいなんか憧れていた役でやりたかった役なのですごい嬉しいので、なんか今回はちょっと本当にお姫様になった気分で本当にやってるんですけれども、前回はこうなんて言うんだろう、結構強い意志の強い子というかもう強めの子だったんですけど、今回はすごい可愛い感じの子なので普段からちょっと可愛めにちょっと頑張ろうと思っています。この間のその稽古、ドッジボールとか投げる時の稽古の時は多分お姫様っていうこと自分で忘れてるんですよ。でもそれがすごい良かったから、やっぱそこすごい気にしなくてもいいんじゃないかなって思ったり、本当あのシーン面白いですよね。オッケーメアリー。えっ、ちょっと待って、どれくらい？ドッジボールくらいです。オッケー、ドッジボールね。えっ、ちょっと結構強くくる？必ず受け取ってください。オッケー、さあいいよ、来て、えっ、怖い。いきますよ。5、2、3、6、2、3、1、3、8、2、3、9、2、3、12、3、11、3、早いですか？いや、いいんじゃない、はい、今ぐらいが一番いいんじゃないですか？脚本も久保田さんがやっていて、その想像力というかすごいなって思う。この台本を見て本当にうちらも笑ってるし、泣きそうになるところもあるし、なんていうかかっこいいなって思うところもあるし、そういうところは久保田さんにしかできないんだろうなと思って、今回いい演出家さんに出会えたなと思いました。オーバースマイルというタイトルなんですけれども、あの笑顔がですね、まあ、あの以前から僕すごい素敵だなと思っておりまして、オーバースマイルっていう作品を考えた時に、あ、もし足立さんにやっていただけたら最高だなと思っていてお願いしたところ見事叶いまして、よかったなと思っております。そうですね、今でもやっぱりその実際に芝居の稽古に入ってるんですけど、もう本当に笑顔もバッチリハマってるし、あとそれ以外に手話への努力も本当にすごく素晴らしくて、本当にキャストの中でも1番2番ぐらいあの手話に対して勉強もしてるし、もうすごい今期待っていうと偉そうですけど期待してますね。いや、その笑顔をいつもチャームポイントにしている私がそういう舞台に選んでもらえたっていうのがすごい嬉しいですね。なんかでも一番すごい久保田さん良かったなって思うところは、なんだろう、わからないことがあったら自分で久保田さんがやってくれるんですよ。そしたら言葉で言われるよりもやってもらえた方が私も、あ、そうやってやるんだっていう風に思うし、分からなかったら何回も何回もやってくれるんですよ、こうだって、だからこうだよっていう風にやってくれるから、すごい分かりやすくて、あ、なるほどって思えるから、すごい久保田さん良かったなって思います。でもなんか久保田さんって結構厳しい方で、セリフ一文字でも抜けたりとか間違えたりとかしたらダメなんですよ。
絶対その台本通りにセリフを喋らなきゃいけなくって、そういうところで大岡さんとかこの間ものが入ってないのにのがついててずっと怒られてて、そういうところはすごいしっかりと自分の多分想像があってこういうふうにあってこういうふうにあるっていうのがあるから、そこを間違えてほしくないんだなと思って、なんかそういうのはすごい素敵だなというか、自分の想像をこういうふうにしたいっていうのがあるから、その指導する時にもそれが出てるから、すごい人なんだなって。素晴らしいですね。初舞台とは思えないぐらい、まずでもその望む姿勢も肝が据わっているし、演技も非常に素晴らしくできていると思います。楽しみです、本番が。望むこと、そうですね、なんかもう予習も復習もしっかりやってきてくれているので、望むことはない。まあでもそうですね、ここからやっぱり、まあ、主演なんでどん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 、ぜひここからスーという女の子を自分の中で育てていってほしいことと、あとはそうですね、長い稽古の時に、まあ、ちょっと僕にお弁当でも作ってきてくれればと思います。聞いてるかな、絶対聞いてないです。え、お昼ご飯ロング稽古の時に、いやいいですけど、作りますけど、何ですかそのお願い、全然関係ないじゃないですか舞台と。マジでなんでそのお弁当ってなったんだろう。ヒルナンデス見てくれたのかな。卵焼きしか作れないけどいいんですかね。いつか作っていきますよ、いつかね。ドキュン、バキュン、ドカン、ヒー、ムキュン、バキュン、ドカン、ヒと、私が初めて舞台をやらせていただきます、企画演劇集団僕ら談義のボリューム9オーバースマイルなんですけど、そのすごい面白いところもあれば泣ける場所もあるし、かっこいいなって見とれちゃうところもあると思うので、そういう自分たちが伝えたかったことが皆さんに伝わればすごく嬉しいなと思います。ぜひ楽しいので本当に見に来てください。よろしくお願いします。